足立さんが小物さん、あ、舞台の話？そうですね。あ、若い時の、あの、おじいちゃんじゃなくて、若い時は、ユンチェドッテゼ、みたいな感じを、今回はやられておりますね。うん、今までのやつは、どの時をやってたんだろうか。ちょっとそこは、ごめんなさいね、詳しくないんですけれど。らしいよ、なんか、水戸黄門って、なんか、私たちが知ってるのは、あの、おじいちゃんって言ったらこれはぶん殴られる、いやおじいちゃんだよねよくテレビで言ってたやつ、おじい様おじいそうあれを持ってたんだけど、だからさ、お話聞いた時さ、私何の役だって、小物さんの周りの女の人ってなんか何やったっけかなって思ったけど、あ、若い時かみたいななるほどねっていう、うん、でその時に昔はやんちゃしてた光圀くんだけど、なんかいろいろあってこうああいう感じになりましたみたいな感じそう、みんちゃんは陰の役あーかもしれないねなわけ、ふざけんなそんなわけないでしょニューヨークシーンあんの？何？ニューヨークシーンありますって嘘ついたら来てくれるの？ねえよ。ねえよ、ニューヨークシーン。あるわけねえだろ。ないです。あるって言っといた方がよかった？チェ？チェはデコピンするよ、もうそれ。なんなの？そういうとこしか見てないの。デコピーンもうやだ、絡みがめんどくさいめんどくさいからもう切っちゃおう終わりにします、さよなら、もう寝る。デコピン痛かったわちょっとこれ何ごっこですか、あのやだわもう、はい、おやすみなさいちょっとやだこういうの、いやみんなだけだったらいいけどさ、こういうのあれよ、もうメンバーとかスタッフさんが見た時の恥ずかしさよ、何をやらせるの、やめてほしい、本当にちょっと変なコメントしないでください拾った私も私だけどさ、はい、さようなら、おやすみなさい、さようなら。